どうもラバロンです。今回ご紹介するのはこちら、動物キャンプ。夏にぴったりのガチャガチャでございます。皆さんはキャンプしましたか？キャンプがしたいが時間がない、こんな時期人が集まるところに行きたくない、そんなあなたもキャンプに行った気になれるかもしれないガチャガチャでございますよ。全10種類ございまして、それぞれに付属のパーツをすべて組み合わせると、なんとなんと大きなテントになるではありませんか。その高さなんと8センチ。あお、結構でかいね。一つ手に入れるとコンプしたくなるのが今回のガチャガチャですよ。しかもまたバンダイさんですね。やりますね。では開けていきましょう。でん、ラインナップ見ていきましょう。こちら、カワセミ、ウサギ、キツネ、ゾウ、クマということで、まあ、5つ、そういうことか。レジャー椅子と普通の椅子バージョンが入ってるってことですね。そういう意味で全10種類ですね。なので、動物で言うと5種類というわけですね。どちらの椅子が入っているかわからない、それで10種類ということですね。なるほど、なるほど。ということは、大きなテントが2つできるかもしれない。なるほど。では開けていきましょう。はい、こちらね、1回400円のガチャガチャでございまして、結構でかくないですか？あ、これクマですね。かわいい。クマちゃんあげだろ。マグカップ持ってる。かわいいね。あ、失礼。あ、これがテントなわけでございますね。あ、これが椅子ですね。これ椅子かレジャー椅子かどっちかが入っとるっちゅうわけですね。オッケーオッケー。じゃあもう手に持っているこのクマさんから開けていきましょうか。これそれぞれにね、そのキャンプに必要なものが入ってるというわけですね。キャンプに必要なもの、まず焚き火。焚き火というかキャンプファイヤーですよ。キャンプファイヤー。はい。ちょっと切らないようにチョキ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 と。かわいい。では組んでいきましょうかね。これはどういう感じで組むのかな。こういうこと、キュッと、あ、パチパチっていう、よっと。あ、なるほどなるほど。こういう感じで投げるわけですね。はい、椅子完成。これがテントでございます。でも全然わからへんな、何のパーツ、どこのパーツ。まあいいか、とりあえず集めてからでいいか。で、このクマさんのセットは椅子、焚き火、あらら。1個目のセットはこちら、クマさんと焚き火ということでした。まあこれは椅子ですね。レジャー椅子じゃなくて椅子の方、普通の椅子の方ですね。まあ避けておきましょうか。あららら。はい、では次、もう出てるのでこれいっちゃいましょう。これは誰かな。ウサギちゃんでございます。あ、こっちはレジャー椅子の方ですね。緑のレジャー椅子。よし、これも組んでいきましょう。チョキチョキしよう。よし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 。合ってんのか。説明書が入ってね。噛んで組めっていうのが、うん、わかるけれども、だいたい、こういうことかな。で、ここ、うさぎちゃん乗りますぜ、ということ。あー、かわいい。うさぎはかわいいな、やっぱり。こっちかー。ここに、ガッティンして、ガッティンして。はい。ということで、これが、うさぎちゃんとレジャー椅子、そして、机でございます。これ、どこにつけるとこないよね。まあ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 、いいや。次は、あ今度はレジャー椅子の方のクマさんでございます。はい、こちらも組み立てていきましょう。よし、一回やってるからもう早いね。レジャー椅子には、あ、入った、よかった。体育館に置くとこで、これも焚き火ですね。さっきクマさんと一緒。これも避けておきましょう。ではでは次は、お、来ました来ました、ゾウさんでございますよ。こっちもレジャー椅子ですね。開けていきましょう。動物によってこのテントのパーツが分けられてるみたいですね。よいしょ。っていうことはやっぱりテント2つ作れるってわけですよ。レジャー椅子を組み立てましょう。これゾウさんケツ入る、なんかもう照られてきた、いい感じに。はい、椅子完成。ゾウさんはちゃんと、あ、ゾウさん安定感抜群。そしてこれがなんだ、スプーン、ナイフ、フライパン。ちょっとちょっと、かわいいじゃないの。これちょっと普通のハサミで切っても大丈夫かな。オッケーオッケー。あー、バリが残った、やだ。フライパンとスプーン、ナイフ。では次、カワセミとテント。ちょ、パーティー一緒に、こうしとこうか。楽しい。こういうことが、ええやん。よいしょ。こ
こう組んで、こう組んで、はい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 、いやテントできたじゃないですか。あ、そういうことか。カワセミちゃんについてるこれが、このチョボが上を束ねるものと。はい、とりあえず1個テント完成。すごくね。いいね。よし、カワセミちゃんは、あ、安定感抜群。これは何やろ、取っ手のある洗面器みたいな。これコップかな。まあいいか、置いとこう。よし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 、キャラクターがどんどん揃ってきたよ。では次行こう。こいつが2つ目の像でございまして、今度は椅子バージョンでございますね。わあ、またこの細いスプーンとフォーク。まあいいか、これまた並べておきましょう。あと出てないキャラクターっつったら、キツネかな。キツネが出てないですね。キツネちゃんを出してあげましょう。キツネちゃんおいでおいで。これか。あ、またウサギや。今度椅子バージョンのウサギですね。はい、これも出していこう。もうあの手に触れた順番で出してますから。ちょっとよし、キョッ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 。では次、来い。あ、来た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 。こちらキツネちゃんでございますよ。キツネちゃんはこれ何かな、ランプ持ってんのかな。オッケーオッケー、必需品ですよ。ランプ、おいよ、おいどくよ。キツネ、毛並みがリアルやな。レジャー椅子のパーツを直近庫。よっしゃ、椅子完成。安定感はどうかな。おう、めっちゃ安定しとる椅子。キツネ。よし、では次行こう。ではこれが出たカワセミ。めっちゃパーツ多いし。はい、こいつの椅子バージョンですね。これも開けてセッティングしましょう。セッティング、はい、完成でございます。では並べてみましょう。こんな感じでございます。まあ椅子組とレジャー椅子組をちょっと分けてみたんですけれども、めっちゃ可愛いね。組み立てやすさで言うと普通の椅子の方が組みやすいですね。どっちかっていうと、ちょっとこのレジャー椅子ね、パイプ、鉄パイプの部分が細すぎて組むのがちょっと難しいかなっていうふうに思います。ただね、レジャー椅子の方がね、あの動物が安定して座れます。こっちね、ちょっとこのクマさん特に不安定なのよ。ちょっとあんたいい加減にしてっていう感じですね。はい。で、後ろのテントもね、なかなかのクオリティでございますよ。つってもね、1、2、3、4、5、6枚こう板を組み合わせただけなんですけれども、いい感じに組めてるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと中入ってみて。はい、いいですね、可愛いですね。入っとるぜ、寝や、はよなあ、はよ寝やなあかんで、やんた成長せえへんで。はい、ということで今回の動画はここまででございます。キャンプする動物が可愛かったよと思った方は高評価お願いいたします。ガチャガチャやフィギュアが好きな方はチャンネル登録しておくといろんな面白ガチャが見れるので、ポチッと押しておいてください。ベルマークオンにしておくと最新の動画の通知が届きます。ご確認お願いします。次回 SNS で話題になった動物たちがフィギュアに。また今回のキャンプの写真をインスタグラムやツイッターにも投稿しておきますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。